イケランドテツヨンです。今回はね、日本最強の15人集めたら世界一取りつつやっていきたいと思います。6月シーズンの4日目になりますね。対戦相手は日本クランというところでしたが、45点ついにパーフェクトですね。まあ、ルートライダーが弱体化されてきて3日目ということで、そこそこみんな慣れてきたような形かなと思います。リプレイも多いんでね、早速やっていきましょう。はい、というわけでやっていきましょう。やったーくん、ルートライダー編成ということでね、まあ、ルートライダーラッシュを変わらずずっと続けてる人もね、結構数人いてっていうところ。まずはルートライダーのみで援軍を釣っていく。これめちゃくちゃ強いですね。なんか他のとこでもこれ見た気がするんですけど、とりあえずアイスゴーレムを外に寄せて、まあ、処理するところまで見ていきましょう。美味しいね。で、東海兵舎3時からスタートしていって、まあキングあじゃあ役員と東海兵舎でサイドカットを両方していくような、まあオーソドックシンプルなやつですね。で、スケルトンの呪文で次のモノリスのターゲットを拾いに行って、ペッカ1体は犠牲になりますが、まだ生きている。これがね、2体になった東海兵舎の強みですね。で、レイジを置いてストライカーもかけて一気のトーム。で、キングの方もここは中央入れていくようなやり方で入れてます。で、バルキリーがシングル IT のターゲットを拾ってくれている。クイーンはヒーラー人形か。シングルのターゲットも入りまして、クローク打つには絶好のタイミングかと思ったけど、ここはまだ打たず、サイドカットすれば内側に戻るからね。まあ、ただオーバーグローこれじゃあかけるのかな。まだ中央かけず、まあ、かけずとも外周ぐるぐる回ってくれるのと、まあ、被弾がまだ入らないので、まあ、まだかけるタイミングではないかなっていうところだったかなと思うんですけど、まあ、キングガントレット使っちゃったなら、そうですね、オーバーグローの方はまだかけずに、ここはアンホールをキングに潰してもらいつつ、裏からウォールブレーカー入れてスーパーバーバリアン削りを入れていきます。スケルトの呪文も置いて、レイジフリーズも残ってる状況。オーバーグローは使い道がそうなるとなくなりますね。まあ中央の人たちから殴られてしまって、まあ、火力を抑えるためにっていうオーバーグローなんですけど、まあ、入ったのがキングだけだったらね、まあ、キングのガントレットで飛ばすことができるので、もはやガントレットが必要ないというところですが、時間を消耗していきます。金庫だけにかけていきつつ戻ってきてフィニッシュガーサス。スミス、ルートライダーラッシュからもう天才ラバルの方に切り替わってますね。こちらは71天才、まあ、インビジブルタワーの区画を打つことが一般的になりそうですが、うん、インビジブルタワーと透析クロスマルチ IT ってところかな。で、キングオールブレーカー。キャンプ金なくてもクイーンが拾えるのでは。あ、でも先にそういう基準なの。さあ、アイゴレと、うん、あ、対空残りましたがクイーンも拾えるというところで盾になってくれば十分ですね。さあ、援軍出てきたところ、ガントレット飛ばして、ナイスナイス。で、スラリックスケもガントレットで飛ばすことができてます。ストライカー投げるかどうかですが、フリーズを裂きたくないかどうか。ああ、でもマルチ IT のおかげ、先に潰してくれたおかげで突破ができてました。強いね。ナイスクローク、ヒラ人形を生み出して、ロイヤルチャンピオン3時から。ここはロイちゃん捕まりましたが、能力解放でかわしていきます。3時からラバルプラス突撃艦1機のトームをかけていきます。この辺とかね、ヒーリングトームのおかげでバルーンが回復されてますね。ただインビジブルターがね、そこ隠していったことで戻っていけるか、ターゲット変わって戻っていきます。中央はイエティレイジで、こうなるとこの辺がね、空に対応する防衛施設なくなってるんで、もう9時対空砲だけですもんね。あとはマルチアーチャータワーとイーグルさえ突破してくれれば、バルが勝手に押し切ってくれるという三段。クイーンの方もヒーラープラスユニコーンがついてるので、タイチクロス1本だとダメージが全く動かないという状況を作り上げて、ああ、いいっすね。最後ラバーハンド割れてフィニッシュ。ナイス旋回ガーソス。やっぱりルートライダー減ると、もともとラバルやってた人も多いので、ラバルの数が増えてっていう形で、ちょっとずつ編成に彩りが。ニャロメクイラバー。インブジン、ホグランチャーですね。まあ、僕もこの配置ランチャー飛ばしてることがあるので、てか
多分この配置確かランチャー使ってたはず。サイドカットしてここにユニット入れていく。ね、スーパードラゴンだとね、これが微妙なんでね、なんか違うやり方もやってたような気がするんだけど、クイヒーこれがめっちゃ強くて、ヒーロー全部とイーグル区画突破簡単にできるんでね、遅れてきんと。うん、強いですね。ダイエン軍にポイズン置いてガントレット。第一クロスまで飛ばして援軍処理。ドニームーブ。エアスイーパーにヒーラーね、角度をしてほしいですね。ナイス。ホーミングがなさそうな位置へどんどんスライドしていきます。非常にありがたい。で、火力も高くなったところ、ここはフリーズ固めて。で、ラバルパートは2時からスタートしていきます。で、以上いて、一気のトームはまだかけない。かけて良さそうだけど、かけない。これ、押し忘れとかしてる？すごい、かけるタイミングだった気がするけど、貯めたいのかな？まあ、こっちまで貯めたいはあるかもしれないですね。さあ、ここでかけていきました。いや、でも、レイジまで置いたなら多分、トーム押し忘れな気がしますね。あのバルーンの数の少なさだと。で、ロイヤルチャンピオンはダサーツに貯めておいて、この投石とかね、このインビジブル区画を、うん、一掃してからロイヤルチャンピオン後出しするという形ですかね。ヘイストかけてタウンホール突破できちゃう。まあ、これまたロイちゃん残しムーブですか？ウォールブレーカーでクイーンの道を作っていく。クイーンクロークって残ったユニット余ってロイちゃんも残ってというところで、またロイヤルチャンピオンアマシムーブで展開ガーサス。さあ、ライドラッシュ額。アローではない。キングクイーン置いて、10日弊社型ですね。これはキング流れてるか？さすがに？さすがに流れてるね。さあ、ライドラッシュスタート。クイーンクロークも合わせなきゃいけないところしっかり置いていきます。クイーンクローク打って、クイーンとマルチ IT のところ突破。マルチアーチャーター突破。いい形でスライドしますね。で、ストライカー待てたいけど。ちょっとクイーン持ちそうかな。ストライカー当てますがクイーン落ちますね。うん、キングそれた分でクイーンのパートがだいぶ火力的にも厳しくなってしまったところ。下側の方ね、まあタウンホール取れるかどうかわかんないけど一掃したい。まあレイジフリーズとかで無理くりタウンまでねヒーロー伸ばすことはできそうだったので。しかもキングこれサッカーボールと吸血髭っていうところなので、まあ、ちょっと内側入ったところで微妙なキングの装備になってるのでリカバリーをしていかなきゃいけないです。さあ、ここで一度フリーズかけてレイジ置いて、もう一度フリーズをかけて、うん、さあ、ここタウンホールのポイズンも受けて、ここでサッカーボール飛ばしていくと結構な施設が削れていく。ロイヤルチャンピオンも裏から能力解放。スパイクボールもね、地味だけど結構強いからね。特にドラケーとの相性が非常にいい気がします。ケルトンとかいろいろ余っていってのナイス展開。落ち着いてましたね。さあ、カズマくんは変わらずルートライダーラッシュというところで、ジャンプ型。キング開けてクイーン、あ、クイーンじゃない、ロイヤルチャンピオンとか弊社置いて、クイーンはキング後ろにつけていきました。ジャンプはそしたら中央かな。うん、ガントレット入っていきます。で、ロイちゃんパートにレイジ置いていきます。イクスケ固まってたところなんだけど、東海弊社のウィザードがサポートくれましたね。ここでオックスはモノリスに打たれていって、ロイヤルチャンピオン能力打ちたいところ、ギリギリ耐えて能力発動ですが、ここにはトルネード。いいトルネですね。
フリーズ打たないとロイちゃんは延命できなそうですが、ギリギリ、うん、エイスト薬間に合って、で中央はオーバーグロー消してます。あとはレイジフリーズ3とフロークもあるので、ここはあいいフローズンアローだ。フローク打ってタウンホール戻せそう。戻ってきたルートライダーたちにも呪文がまだ残っている。ユニットの残り量も多いですね。ダブルフリーズかけてのフィニッシュ。あーそっすよ。これも弱体化感じさせないアタックですね。さあ自分のアタック、クイヒーのルートライダーラッシュですけど、クイヒールートライダー、まあよく見るタイプの配置の一つですね。イーグル前からクイヒー、なんか似たような配置がある。すごい爆破やりしてたけど、最近この配置もたまに見るみたいですね。なんかこれほぼ9時の方に行くだろうなと思ったんだけど、戻ってこっち行っちゃった時の負け筋になるのでね、両方開けました。まあ予想通りの方には動いたんですけど、予想外でこっちに動いた時がやばいので穴を開けたって形ですね。ホーミングチェックバルーンを入れて行きたいんですけど、ちょっとタイミング遅かったのでそれてしまう。嫌ですね、ここ結構ホーミングあるん で反対サイドルートライダーです。これキング出さない感じですね。でランチャーだけ真ん中飛ばして、まあ、インビジブルターの解除及びランチャーでインビジブルターを破壊するのが目的で、一気のレイジトーム。はい、ターンホールまでの道を開けつつ、ランチャーの攻撃でね、インビジブルターまで破壊することができて、ここでオーバーグロー一気に消していくことで、まあこの辺の横打ちの施設を削りつつ誘導していくわけです。で下が6時の方もクイーンのためにウォールブレーカー入れて、で現れるぐらいでキングを後で入れていくというような形で今回は進めてみましたが、普段はなんかこれじゃない配置とかはオーバーグローここかけずにキングも一緒に入れたりとかしてますね。でタウンホール現れたのでそこにキング行って、途中でランチャーがね穴を開けるように延命のオーバーグローも入れたので裏側の方まで届きます。キングターンホール飛ばした瞬間に打つことでターンポイズンを受けないキングが完成。ロイヤルチャンピオンの解放、レイジも余っててフリーズも余ってるので呪文を打って終了ですね。うん、まあなんかこの手の配置はこういう取り方ですよみたいな感じのアタック、まあ典型的な取り方になってるんじゃないかなと思います。クラウス、ルートライダーラッシュにスパジャー入れた形で、なんかすごい、いろいろやってますね。どうか弊社置いて、そっちにもアイゴレと、ルートライダーロイちゃん置いてと。で、本体の方にはキング入れて、クイーンも入れてますね。キングクイーン入れて、まあ、スーパージャイアントも入れてというところです。まあ、いろんなとこでスパジャー使った、この編成使ってますけど、まあ落ちた火力のところスーパージャイアントで賄うみたいなのが目的だとは思うんですけど、でオーバーグローはやや上側の方を中心に、下側が残ってるので下側の方のユニット、施設を削っていく。でスーパーバーバリアンもここ差し込んでいっていいですね。スーパーバーは、まあ、火力少ないですからね。ルートライダーこびりついたところで落としきれないので、でストライカーも上が添えていっていい形。タウンホールが現れるんでキングが戻ってほしいんですけど、イーグルが削れたので戻っていきます。ロイヤルチャンピオンの方も延命する、いいフリーズですねこれは。でロイちゃんキング両方能力解放、クイーンの方も苦力残ってるので、まあ終点で使っていけば OK と。でスーパーユニットをスーパージャイで使ってしまっているのですね、スーパージャイスパーパーで使ってるので、ウォールブレーカーは通常のウォールブレーカーですね。クイーンクローク、ヒーラー生み出し、ナイス展開。まあ普通のルートライダーラッシュに
スーパージャイアント採用してみてというところですね。さあ、リュウト君もリュウトライダーらし。頭角筋、頭角筋でサイドカットする一般的なやり方で、キングを内側に入れるかどうかっていうところがあれなんですけど、最近はやっぱり入れてく方がルートライダーの火力の補助になっていいというところ、バルキリーも入れていかないと結構ルートライダーの火力が低いので、バルキリーの方で落としていくみたいな感じではありますね。さあ、一気のトーム、 HP も結構削られたタイミングだったので、ヒーリングトームで回復するにはいいタイミングですね。で、ロイヤルチャンピオン無視したから、反対サイドもボルブレッカー入れてクイーンを延命していきます。で、ロイちゃんレイジ、ルートライダーらしいね。このロイちゃんレイジがめちゃくちゃ大事っすね。一発は最低使うと欲しいな、使いたいな、欲しいなって感覚で、中央タウンホール現れたんですけど、そっちに向かってくれず、ただルートライダーが結構行ってくれましたね。まあ、HP、タウンホール削れる HP 見てもらえば分かると思うんですけど、全然削れてないですね。まあ、これの倍の速度で今まで削れてたってことでしょう。うん。フリーズ結局2発使うことにはなりました。この倍の速度で削れてたって考えると、えぐいな。確かに簡単に突破できた。さあ、コマくん、ルートライダーラッシュ。66と結構、スーパーバーバリアの比重も高めですね。キングからウォールブレーカー、あ、じゃあ投下弊社置いて、クイーンまで出ていく。で、9時からルートライダー本体スタートですが、クイーン戻ってくれるかな。怪しい、怪しいっすねこれ。ストライカーを混ぜて、トーム打ってない。クイーンの処理が結構だるそう。ナイストーム、バルキリーが穴が開いてくれたおかげでそっち触ってくれることができました。インビジブルターが活動、クイーンは壁を殴ります。で、ここでオーバーグロー一気に消していく。中央、まあ、事前にこの辺のね、トルネードとかも体重ができるのは強いね。で、裏の方にインビジブルターまだあるので、向かっていってまた解除かな。はい、発動で、そこにフリーズ打つことが多そうですけど、まだここは打たない。ここでフリーズをかけていきます。クイーンはクローク保った状況、このタウンホールの間近にいいクローク、宝石マルチ、クイーンと強いボイスをどんどん倒していく。スーパーバーバリアンジャンプに乗せていきますが、押されて、あとはレイジフリーズ、ロイちゃん能力残しですが、氷を突破するしかない。フリーズからのロイちゃん能力解放、うん、ダウンポイズも受けながらなのでちょっと苦しいところですが、ですがフォックスも落とされてギリギリ危な。いや、これでもだいぶルートライダーやっぱ弱体化にはなってますね。さあ、ヒロヤさん、ルートライダーラッシュ、おー、ジャイアントアロー一戦でインビジブルター2つを解除、プラスイーグル砲もなんかすごい位置にあるので簡単に処理ができます。おお、ジャンプ置いて。よ、そのジャンプ強ー。そのキングジャンプ強ー。クイーンしっかり戻ってくれる。タウンホール隠していく。隠すんだこれ。隠さなくても良さそうだけどね。勝手に取れそうだけど。まあ、でもこれは、本体がそっちで、ダメージを受けちゃうのを防ぐってことだよね。タウンホールポイズンとかで。で、貫通からのフリーズレイジ、強化弊社からもホグが出てきてというところ で、キングが気づいて戻っていくジャンプでタウンホールへ。うん、ここへばりついてくれるのはありがたいな。残ったレイジはキングの方へ使っていきます。ロイヤルチャンピオンも残って、非常にいいプランでしたね。タイムも1分10秒ぐらいだったので、ナイス展開。
星さん7一天才選ばれる。まあ、こうなると結構早いタイムを出すっていうのが出しづらくなりましたね。ルートライダー弱体前に出しとくべきだったね、自己ベストタイムは。キングクイーン置いて、クイーンだけ外周、オールブレーカーもう一回って形かな。キングの方は特にオールブレーカーとかも使わず壁を殴らせて、ダメージでロイヤルチャンピオンまで、あ、投石だけ残るっていう状況で、マルチ IT 区画はこれクイーン切ってくれる。スクローク、ガーゴイルの方でね、大砲とかも削れるところしっかり削って、タダで取れるんだからね。で3時からロイちゃん使っていって、内側からのマルチアーチャーターの攻撃痛いな。クイーンは落ちましたが、ラバルパートスタート、突撃簡単ホールまで入れていくと思うので、うん、ライカー処理も完璧こなして一気のラバトーム届きました。うん、トルネードもしっかり待って、トームかかってるんでね、割らずに角度見てからレイジフリーズ、あそこでレイジ置くんじゃなくてね、しっかり突撃艦が届くかどうかの確認をしてから打つの大事ですね。これね、結構、バルーンを増やすタイプのクローン型のノバとかもね、しっかり待たなきゃいけないところですね。で、裏の投石をしっかりバルーン、ターゲット外れるように、うまい。一つのバルーンで、同時にね、2体以上がダメージを受けないように固めて出すんじゃなくて、1体ずつ出すことで投石まで届けていきます。で、ロイちゃん能力残し、ナイス展開。バーサス。で、よっちさん、クイラバ。6時スタートなんですね、この配置。いつもやってるやり方よりいい前回の方法だったら、ちょっと真似しようかな。使うユニットがラバルだから。僕12時シューター投げて8時のとこ食い火入れてるんですけど、結構火力も高くなってきたとこですが、エイジ一発でウォーミングチェックバルーン入れて、うん、特に他は触ってるとこないかな。シングル IT 捕まりながらですが嫌だね。さあ、援軍はインビジブル使ったおかげでどっか行きました。さあ、くるっと回ってクイーンは入って、ここから中央入れていく形かな。ランチャー持ってるけどどうするんだ、キングランチャーするの。いいね、キングランチャーではなさそう。さあ、ウォルブレーカー中央持って。フリーズそこ打って。お、ランチャー来た。なるほど、シングル潰しか。面白い。それ強い。テスラ大工、ヘシオリキング。シングル IT も潰していって、中身のイエティがこっちの投石対地に、あー、このランチャー強いな、このランチャー強いね、面白い。でラバルパート、ここから投石までイエティが潰してくれると、へえ、面白い。ラバルパートは下から追加して、レイジもまだ余ってますね。ナイストーンで、ロイヤルチャンピオン12時から差し込む。よで
余力は結構あるし、ラバルだったらこっちの方が確かに良さそうっすね。このやり方だとね、第一クロスがシュートライダーで取れるので12時シューター刺さるんですけど、バーサスさあデッサン、お、クイヒールートライダー、ルートライダー初めてですね。入ってからの採用です。9時のウォールブレーカーはダミーのやつかな。ユニットキング入れるかどうかですが、入れなくても良さそうなんでダミー、あー入れるんだ。でドリルをしたからってなると、これマルチと超団体砲までキング見たいかな。フリーズかけてウォールブレーカー、そうですね。はい、ナイスキング。ここまで入れることをしないんだったら、まあ、キングはそこ使う意味がないって感じで、クイーンの方もウォールブレーカー入れて奥まで、まあ、ボムターとかね、クイーンしかいない区画で大砲とか内側から取れるので、まあ、クイーンだけで出して、アーチャーター削ればベビードラとかでね、ボムターとかも潰せる区画になってたんで、まあ、奥まで狙わないならそれでいいんだけど、こうやって奥の施設削ったことでクイヒーもね、弾が少なくなってるっていう状況ですね。さあクイーンの方もポイズンターと安いとターゲットたくさん食らいまくって苦しくなったところ、クロークでシュートライダーとクイーンが合流できそうですね。これは呪文も結構余ってるので、あーいい、ナイストーム、ヒーリングが間に合えばヒーラーも救えた命だったかもしれないけど、溶かされた。いっちゃんも能力残って、上がレイジですね。交流型はやっぱり、防衛ユニットにクイーンが追加されることで非常にいいですね。やっぱ、ルートライダー単体の攻撃力が落ちたので、積極的に後ろにユニット出ていきたいというか、ヒーローをね、追加していきたいですね。まあ、クイヒーのルートライダーはロイちゃんがもともとついてるので、ロイちゃんの能力の、あ、まあ、火力のおかげでね、突破ができるんですけど、追加でクイーンまでつくと非常に心強いと。旋回。さあ、キャスリーさん、ドラゴンラッシュ。シューター6時大きく削ってベビドラサイドカット、キングを使ってクイーンまでドラゴン真ん中入れていきます。ヒーリングトーム受けるので、ここはドラゴンでクイーンのターゲットを吸わせてっていうところですね。でバルーンもちょっとダメージ受けたところ、ヒーリングトームで戻していく。うん、ヒーリングトームを利用したいい管理ですね。ユニットを減らさないという形。援軍はアイゴレ系かな、出てこない。フランジを突破、モノリスもギリギリ折れないか、惜しい。インビジブター戻ってきたところ、ロイちゃんをタンホール側見受けて入れてきますが、タンホール先潰したいですね、バルンで。ロイちゃんそこから出さんくても良さそうだったけど、さあ上側
吸血キングが珍しく落ちてますね。サッカーボールと吸血キングが。あいつ粘り強いけどね。ロイヤルチャンピオン入れていって、スケルトン、スケルトンと。クイーンはヒーラー人形。さあ、ここクロークで。ロイちゃんも能力解放中。フリーズ一発。ダブルマルチのところ。あとはクイーンが超団体砲のタゲを拾ってくれればって状況ですが、タイミング的には良くなく、今拾うときついだけっていう。落とされていく。あと頑張れるか。ヒーラー引っ張れたらね、ターゲット出るので強いんだけど。さあ、ドラゴンフェニックス。うおー。赤枠ヒットはフェニックスのみ。黒枠ヒットもフェニックスのみ。偉すぎるな、今のフェニックス。ダメージが。マルチ IT では、ドラゴン止めることできず、レッドゲージでしたが、死ななかったですね。本日最終アタック、チャワさん、ルートライダー、早い。3時10日から下、キングクイーン、ルートライダー、真ん中、スタートと。チャワさん、ルートライダー、ずっとそのままって感じですかね。バルキリー。キングにストライカー入れて、ここは一旦ハエのトーム温存レイジを置いてからここでトーム入れていきます。まあポイズンターだったり超団体砲だったりいろいろ受けるこのタイミングがベストですね。でストライカーもしっかりトームに混ぜたのでクイーン処理までできる非常にいいタイミング。で下側キングにレイジ、クイーンが後でたどり着けば OK で、上側はフリーズかけてタウンホール区画はオーバーグロー。キングクイーンのみでタウンホール潰せるあれではあると思うんですけど、まあここは一度かけていくんですね。ベルトンも置いて、キングの能力がこいつに発動はされたくない。うわ、ギリギリかわしていく。ガントレット温存でか、これ。さあ、ここで現れてキング。おぉ、サッカーボールだ。サッカーボール強い、今の。ガントレットサッカー、だいぶ施設飛びましたね。さあ、ユニット大量に終点クリ出して終わり。強はい、というわけで終わりまして45対43ということでね、毎月毎月やっぱ全開量が増えていいですね。まあルートライダーの数がやっぱり露骨に減ってきたっていうところも、まあ、減ってきたとはいえ半分ぐらいはルートライダーなんだけど、まあ、それでも以前と比べるとねかなり数は減ってっていうところなので、まあクイラバだったりドラゴンだったりライドラだったりとか、ちょっとずつユニット変わって炎の調整だったりって感じですかね。はい、というわけで今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。